皆さんこんにちは。本日は山田花子さんについてお話しします。山田花子さんは吉本新喜劇を代表する女性芸人の一人で、代表的な出演番組には笑っていいとも、おはスタなどがあります。初めての芸能活動が中学生だったため芸歴は長く、後輩には年上のお笑い芸人が多いようです。現在は東京から関西に拠点を移し、今も芸人として活躍をされています。小柄な身長と特徴的な高い声に聞き馴染みがある方も多いのではないでしょうか。吉本新喜劇ではカモンや汗ばむわなど色気を感じさせるギャグを武器に人気を集めました。テレビ番組でも女優や女性タレントに対して毒舌で噛みつくスタイルが評価され、多くの番組に出演しました。2010年に番組の企画をきっかけに出会ったトランペット講師と結婚し、その後2人の子宝に恵まれます。しかしその旦那との夫婦生活には理解しがたいルールが課されており、周りの芸人仲間からは離婚の心配がされ話題になっています。本日はそんな山田花子さんの生い立ちを含め、離婚を心配される理解しがたい夫婦生活についてお話します。ぜひ最後までお聞きください。山田花子さんは1975年3月10日に大阪府堺市北区で生まれました。身長は148センチと小柄で、血液型は A 型。幼少期はテレビで見せる明るいイメージとは真逆で、人見知りでおとなしい性格でした。小学生時代には女子プロレスラーに憧れ、そのことをきっかけに空手を習っていたようです。その後中学校に入学してからは、当時憧れていた今田耕司さんに会いたいという理由で、中学2年生という若さでお笑い番組のオーディションに応募しました。この応募が山田花子さんが芸人への道を歩み始めた第一歩となります。憧れの気持ちで踏み出し、現在も芸人を続けている気力はとても素晴らしいですね。その後当時の人気番組ダウンタウンのごっつええ感じにてレギュラー出演をすることとなりました。5ヶ月ほどレギュラーとして活躍をしましたが、後にプロレスラーを目指したいという理由で番組を引退します。しかし JWP 女子プロレスの練習生になった後、練習中に頭蓋骨を骨折するという大怪我を負ってしまいました。当時の山田花子さんはプロレスを行う上で大切な受け身が苦手だったようです。この大怪我をきっかけに山田花子さんは女子プロレスラーの夢を断念せざるを得ませんでした。その後山田花子さんはお笑い芸人として芸能界に復帰します。怪我は悲惨な出来事でしたが、芸人として復帰し多くの人々を笑わせることができたことを考えると、この怪我は意味のあるものだったかもしれません。復帰後は吉本新喜劇に加入し人気を集め、カモンや汗ばむわなどのセクシーな口調のギャグで活躍します。2001年には東京にルミネ座吉本が完成し、これを機に東京での活躍が増え、拠点を大阪から東京に移すこととなりました。ルミネ座吉本では大阪で行っていた新喜劇を短縮して披露し、テレビでの仕事も増えていきます。美人な女性タレントに対して暴言を吐くキャラや、大御所タレントに対して慣れ慣れしく接するキャラなどがハマり、たくさんのテレビ番組で活躍しました。また芸人としての活動に加えて、アニメ映画の主題歌の歌唱、声優、番組のナレーションなど多岐にわたる活躍をしています。2010年5月山田花子さんの人生に転機が訪れます。それはトランペット講師である福島正樹さんとの結婚です。福島正樹さんは大学で音楽を学び、卒業後はドイツで音楽留学を経験し、帰国後もオーケストラへの参加はもちろん、講師としても幅広く活躍している音楽家です。2人は番組の企画で知り合ったと言われており、その際に山田花子さんが福島正樹さんに一目惚れしアプローチをしたようです。しかし山田花子さんのアプローチはなかなか実らず、2年間という長い期間を経てようやく交際がスタートしたようです。結婚から2年後の2012年2月に第一子を妊娠中であることを発表し、同年6月に長男を出産しました。第一子出産の4年後の2016年5月には次男を出産し、2人の子宝に恵まれました。長男出産時には37歳、次男出産時には41歳と高齢出産であったため、帝王切開での出産だったようです。帝王切開となると母子ともにリスクが生じますが、2度の出産はどちらも母子ともに健康に出産を終えることができました。次男の出産後には子育てをするには大阪の方が育てやすいという理由で、長男が小学校に上がる前に東京から大阪に戻ったようです。2人の子供は健康に育ち、順風満帆に思えた家族生活でしたが、夫婦の間に課されていたルールは
理解しがたいものでした。そのルールというのは、旦那である福島正樹さんから山田花子さんに課されていたものであり、キスは1回1000円、性行為は1回10万円というものでした。このルールはテレビ出演時にも語られており、周りの共演者には心配される様子が見受けられました。夫婦でありながら行為のたびにお金を請求されるというルールは、多くの人が理解しがたいものではないでしょうか。またこのルール以外にも、夫婦関係を脅かす行為が福島正樹さんにはありました。山田花子さんと共同で使っている口座があったのですが、その口座から無断でお金を引き出し、高額な楽器を購入したり、キャバクラに使ったりしていたそうです。二人で一緒に貯めていたお金が無断で引き出され、私的に利用されていたというのは、山田花子さんの立場を考えると許されない行為ではないでしょうか。また日常生活でも二人の間で格差があるようです。日用品に関しては山田花子さんが安物で済ませているようですが、対照的に福島正樹さんは高級なものを愛用しているようです。これだけではなく、山田花子さんは散髪を格安で済ませているのに対し、福島正樹さんは東京までわざわざ移動して美容院を訪れると言います。このように夫婦の間には理解しがたいルールや明確な格差があるようです。そのため芸人仲間から離婚を心配されることもあったようですが、山田花子さん夫妻は離婚することなく大阪で生活をしています。家庭の様子は山田花子さんの SNS を通じて見ることができます。家族みんなで誕生日をお祝いしている投稿などを見ると、お子さんも楽しそうに笑っており、夫婦関係は以前より良くなっているのではないでしょうか。結婚当初は旦那である福島正樹さんのブログにおいて、結婚の話題や子供の様子など家族関連の話題はほとんど上がりませんでした。しかし時が経つにつれて、家族の様子をブログに書くことも増え、家族に対する考え方が良い方向に変わったのかもしれません。また山田花子さんは2人の子供の教育に力を入れており、将来はお笑い芸人ではなく堅実な職業についてほしいと思っているようです。山田花子さんのブログでは、長男が英検ジュニアゴールドに合格したという記事が上がっています。英検ジュニアとは小学生向けに作られたもので、ブロンズ、シルバー、ゴールドの3段階に分けられており、山田花子さんの長男はその中で最もランクの高いゴールドを取られたようです。小学生の頃から英語に触れる機会があるというのはなかなか経験できないことであり、長男が高得点を獲得できたことからも山田花子さんの教育が大成功だったことが分かりますね。結婚当初は夫婦の間に課せられた異常なルールが話題になり、夫婦の間に明確な格差があるなどの理由で芸人仲間から離婚が心配されるような夫婦関係でした。しかし現在でも山田花子さんの SNS やブログからは家族での楽しそうな写真を確認することができます。また福島正樹さんは結婚当初は家族のことをブログであまり取り上げない方でした。しかし最近では少しずつ家族の話題をブログに書くようになってきました。家族への考え方が変わり、とても素敵な家族生活が送れているのではないでしょうか。現在山田花子さんは芸能活動の拠点をふるさとの大阪に移し、家事育児と並行して吉本新喜劇にも復帰しています。また新喜劇以外にも関西のテレビ局では準レギュラーの番組も任されています。お子さんの教育にも力を入れながら、テレビではたくさんの人を笑わせ、明るい山田花子さんの活動にこれからも期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。